れると嬉しいな。いい名前だったら10ポイントですね。10ポイントで決定。10ポイントです、ね、設定です、ね、即決ってことだ。ハンマープライスですね。まあ、とりあえずあのニコ生になってね。はい、初めての初めてで す, です、はい、今まで茅ヶ崎テレビっていうのをユーストリームでやってたんですけど、今回からお引越ししてニコニコ生でやります。はい、そうですね、はい、で乗り込んできたわけですね。じゃあ自己紹介でもしましょうか、はい、とりあえずどうぞ。まずこんばんは。どうも、高林健です。趣味はオートレースです。今流行りのね。全然嘘じゃない。今流行りのオートレースね。そうなんだ。移動式映画館回しねば高林健です。よろしくお願いします。どうも、はい、ありがとうございます、はい、同じく移動式映画館回しねばの綾野です。まあまあってなんですか。はい、こんばんは。僕はカンティールマシューという茅ヶ崎でお店茅ヶ崎の洋食屋さんをやっていますオーナーの小出俊介です。よろしくお願いします。こんばんは、ラムちゃんです。茅ヶ崎という町でフリーペーパーブロケードというものを作ってます。最近頑張ってることは、睡眠の質を高めるってことです。よろしくお願いします。はい、ということで、1個目のコーナーがですね、旬のレシピ、はい、ということで、これは前からやってるんですけど、ね、まあ、このニコ生になって初めてということで、そうですね、その月その月のね、旬の野菜があるんですけども、はい、まあ、その旬と、うん、僕の名前の旬をかけての旬のレシピコーナーということで、ですね、はい、あのこれはあのレシピ作りは録画を撮ってますので、うん、そちらを見ながら、ね、僕が解説していきたいと思いますので、うん、そちらの方をまずご覧ください。私、進行がないからね。あ、そうだ、そうだ、そうだ、これね、綾乃ちゃんにね、何を作ったか、何の食材を、ね、使ってるかっていうのをね、味見してもらうんで、それを分からないように今から目隠しとヘッドホンしてもらいます。そうですね、このね、味覚のね、やっぱりこう下レベルが分かるわけですね。そうですね、綾乃ちゃんのこれであの他のあれは使えないっていうね、使えない感覚がね、格付けみたいな感じで、ね、そうですね、でこれかけてライフラインはなしってことでいいですか。入んないじゃん、ね、先にそれ眼鏡してから、先にそうだね、眼鏡してからやると思うよ。なんかね、それ後ろすごい取れてるしいいですか。はい、あ、いい感じですね。いいですか、ね、あので、はい、ドーンで OK ですか。聞いてもらって、そうですね、このスタジオ聞こえないですか。おーい、アホ。 OK ですね。どうですか、今聞こえてる。あれ、大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。じゃあ行きたいと思います。はい、 OK ですかね。 OK です。じゃあ、動画の方ご覧ください。どうぞ。こんばんは。今月も始まりました、旬のレシピ、今月のテーマはこちら、ちょっと歯が切れちゃってますけど、大根です。旬の大根を使って用意していきたいと思います。オリーブオイル。はい、それでは、こちらまず大根ですね、大根をサイコロ状にカットしていきます。まあ、皮は剥くんですけども、これ剥きにくかったら全然ピーラーで剥いちゃっても構いません。まあ、あの切り方は楽な方法でいいです。こうやって、サイコロ状に、切っていきます。あの大きさもそんなに異なさなくても大丈夫です。で、ボール耐熱容器に入れて、こちらはレンジで、温めていきます。レンジ、これは800ワットで3分ですね。で、こちら温めてる間に、あ、出来上がりました。こちらレンジから出して、まあ、熱いので気をつけてくださいね。で、ここで、ちょっとマリネというか、あの味をつけていきます。じゃあ、蜂蜜を、あ、これ細かい分量などは後ほどあの雑誌とかにも載ってるのでまた紹介いたします。蜂蜜結構たっぷりめにかけていきます。
で、蜂蜜とあとは、レモン汁ですね。これでレモン汁はまあ何でもいいです。市販の安いもので全然構いません。レモン汁と蜂蜜で大根をかき混ぜていきます。でこれで少しなじませて、もう一回、この状態で、レンジに入れます。でこれも同じく、このレンジは800ワットで2分ですね。でその間に、バターを溶かしたものをボウルに入れます。まあレンジで溶かしてもいいですし、湯煎で溶かしてもこれは全然構いません。でそこに、お砂糖ですね、グラニュー糖を入れます。なのでバターは少し温かい方がいいかもしれないですね。でちょっと白っぽくなるまで、混ぜていきます。こんな感じですね。でそこに卵は事前にちょっと常温に戻しておいた方がいいと思います。でこれを、卵入れてで混ぜていきます。で逆にあんまり熱すぎると、卵が固まっちゃうんで、まあ人肌程度の方が作りやすくなると思います。でこれが混ぜ上がった状態で、先ほどレンジで温めた大根ですね。これがで汁気をちょっと切りたいので、ザルかなんかで、水分を取ります。ちなみにこの余った水分は、お湯と混ぜてなんか蜂蜜湯みたいにしても美味しいと思います。で、水気を切った大根をさっきのボウルの中に合わせます。結構爆音なんですよ。聞こえちゃう、聞こえるのかもしれない。でここで、ゴムベラで混ぜていきます。でここに、小麦粉とベーキングパウダーを、ザルなどでふるったものを入れます。でこれをさっくり混ぜます。あまり混ぜすぎないで、粉っぽい状態がなくなるぐらいまでになれば全然大丈夫です。であとはこれを型に入れます。下にくっついちゃうとあれなんで、オーブンシートかなんかを引いてそこに入れていきます。でこれで空気をちょっと抜いてあげます。でこれでレンジオーブン180度に温めたオーブンに、40分間温めていきます。はい、以上で完成です。はい、完成です。はい、じゃあ、いいですか。いいですよ。ヘッドホンだけいいですか。これ、はい、大丈夫です。これ取ってないですね。これは、大丈夫です。取って取っていいんですか。取って大丈夫です。何も聞こえなかった。聞こえなかった。うん。まぬけな絵がちょっとずっと流れてえ、そうなの。こっちが流れたんですか。いやいや、まあ、すごい。まあ、ちょっと事前に言っとくんですけど、はい、これはプロのためのレシピではなくて、よくレシピ本とかいっぱいあるけど、うん、結構意外と難しかったりするじゃん、うんうん、めっちゃ簡単にお手軽に、作れるものなので、それをテーマに今工程見ていただいたけど、簡単だったでしょ。簡単だったでしょ。そうですね。あんまり見てないでしょ。バレました。じゃあその中で簡単にできたものをあやのちゃんに食べていただきたいと思います。はい、じゃあどうぞ。旬の食材を使ってるんですよね。そうですね。どどん見えますかね、こちら。なんかポツポツ入ってる。はい、じゃあどうぞ。いただきます。これは今回はスイーツですね。スイーツ、スイーツジャンルでしたらスイーツ。揚げ出し豆腐ではないですよね。まあ全然違いますね。見た目揚げ出し豆腐に見えますか。うん、あ、もう当てていいですか。全然いいですよ。もう当てちゃうんですか。うん、まあいいですよ。まあいいですよ。じゃがいも。マジか。じゃがいもってきたか。初めてだな、じゃがいもって言われたの。どうですか、
してるんだけど、まあじゃがいもでいいんじゃないですかね。違います、じゃがいも、じゃがいもに近い、近くはないかな、どっちかっていうと。じゃがいもっていう答えはね、予想してなかった。うん、あの多分その中に入ってるプツプツみたいなのあるじゃん、うん、それこれだよね。そう、それが旬の食材なんで、それだけを言ってみたら、それだけで言ってみて、それだけを確かに切り取って、切り取って、それなんで、それですよ。あのシャキシャキする、おお、いい感じです。シャキ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 しますか。野菜ですか。野菜です、ね、シャキシャキ、もうシャキシャキする野菜って言ったらもうなくないね、この時期に取れてね、なくない。シャキシャキセロリ、じゃあどうしましょう。当たりそうもないんですけど、育ってきた環境が違いますね、ちょっと。まあ、足の食べた感想はどうですか。え、美味しいです、普通に。味甘くて野菜っていう感じじゃないんですけど、そう、ね、あんま野菜感ないよね。そう、シャキシャキがすごいいい感じです。よく間違われるのはリンゴ。あ、でも違うんだけど、じゃがいもとセロリしか出てこない。正解はじゃあ伝えましょうか、はい、そろそろ。そうですね、正解は大根です。え、全然わかんない。え、全然わかんない。大根の、まあね、見てるからね。あ、そっか。そうですね、もうじゃがいもじゃないですか、本当に。じゃがいもは何にも入ってないです。あれ、じゃがいもの全然火通ってないやつ。シャキシャキするやつね、確かにするわ。じゃがいも、じゃがいも、やっぱ火通ってないじゃがいもみたいな感じ。そう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 、そんな感じが。へぇ、じゃがいもなんだ、新しいね。じゃがいもの発想なかったっすね。とりあえずじゃあこれはまたこんな感じで、まあ、毎月旬のレシピやってるんですけども、さっき言ったように詳しい、まあ、作り方は今見たと思うんですけど、これ多分後日 YouTube にアップされると思うんで、そちらも見ていただけるんですけど、あと文字として毎月ね、茅ヶ崎でこちらの方がやってるブロケードという雑誌があるんですけど、そちらの方に、毎月旬のレシピということで掲載してもらってるんで、そうですね、毎月、毎月5日発行、5日発行、はい、来月の、2月5日に茅ヶ崎の駅前で手配りで、あとは各店舗にもね、はい、店舗にもマッシュ、あ、ここ今マッシュで撮影してるんですけども、マッシュにも置いてありますし、マッシュにも置いてあります、はいはい、なので本当にお手軽に作れるケーキなので、うん、大根のケーキ作ったら結構お子さんとかびっくりされると思うんで、ぜひ作ってみてください。ということで最初のコーナー終了です。はい、これあれですね、コメント来ないですね。来ないですね。まあまあ最初だからね。そっか、うん、今何人くらい見てるんですか。それわかんの。20人も見てるの。あ、マークその黒いね、カバンのリュック。あ、ここに黒と白のリュック20、それに入ってます。お、あ、映像と音声が宮川から視聴なの。宮川さん、宮川から投稿なの。シャキシャキ映像と時々、まあいいです。じゃあ次行きましょう。結構、そうですね、意外とコメント来てたんだ。ありがとうございます。宮川さんでしょ。宮川から視聴なんか、お店から見てる。そうですね、ありがとうございます。ヤンヤンじゃない、ヤン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 じゃないの。あ、そっか、宮川さんが見てるとは限らないのか。そう、宮川さんが、逆宮川さん見てたら絶対見れないし。こんなこと言ってるから。絶対見れないし。じゃあ次、はい、お願いします。じゃあ次のコーナーですね、はい、じゃーん、みちゃん寝る前ニュース。まあ、そうやってるコーナーなんですけど、ね、2チャンネルに投稿されたまとめ記事のですね、最新情報を紹介します。今日はいつまで開いてんの。今日はいつまで開いてんの。今日は何時までですかね、これ。人がいるまで開いてんじゃないですかね。はい、誰ですかね、これ。ちなみに、ね、ユーザー名が分かんないの、ね、確かに、なんか場合何って書いてほしい。なるほど。まあいいや、これです、さっきの雑誌は。ちなみにこんな、ここブロケード、これです。じゃーん、ちょっとこれ昔のやつなんですけど、はい、じゃあお願いします。、はい、いいですね。なになになに、いや、わかんない、いいっすね。いいっすね。Pにもしたいことがあるでござる。なんでしょうね。 P って誰ですか。プロデューサーじゃないですかね。まあまあ、とりあえず行きましょう。じゃあニュース速報、こっちはこっちで物申してもらって大丈夫ですからね。はい、今日最初の
一番新しいやつやるとか言った方がいいな、うん、あ、そうですか。でもね、一番新しいやつ行ってみます。行ってみましょう。まあ、これ行ってみましょう。じゃあ思い切ってコンセプト的なこと言わなくていいの、これ、うん、あの、西安のニュースを紹介して話すっていう話す、そのニュースについて話し合う、一番最初のニュースについて話し合うという2チャンネルの出てる、そうですね、はい、2チャンネルも速報ですね。速報、何時に出たのかというと10時24分のニュースです。はい、22分前、22分前、結構最近ですね、テレビですね。テレビ、日本テレビのドラマ公共団体 AC ジャパンの CM を放送へっていう、あーあれだ、あれだ、あの明日ママがいないで、おすごい、よく知ってるね。今物議を醸してる、醸してる、あ、物議を醸してるんです、ね、醸しまくってますよね、これ。ごめんなさい、僕ね全然わからない。僕もちょっとあんまりわかんない。明日ママちゃんが出てるやつで、そう、ね、施設のね、なんかそうそうそう、捨てられちゃ、捨て子の子供たちを描いた作品で、そうそう、 CM？ ええ、ドラマ、ドラマ、今やってる、今放送中。もう他には誰出てますか？子役ちゃんたち、芦田愛菜ちゃんと、なんちゃらちゃんって子役がすごい、大人、子役だけ、大人は分かんない、大人ドラマ見たことないから分かんないです。 NHK とかでやってる、ええ、違う、なんか日本テレビって、ああ、そこそこ、何で、あの、あれで、あの、家なき子とかの作家さん、うん、あ、あ、作った人が、そう、あと高校教師、あれ、あのほら、アダチビ、アダチビですよ、登場するなら金をくるですよ。こう未成年とかでしょ、もうだから一緒だ。それが何が問題になってるの？あ、それが、野島伸二さんね、それが、なんか、なんか偏見的な、そう、あの、結構その罵る場面があるんですよ。その施設の子供たちを大人がなんか罵るっていうシーンがあって、うん、そのシーンを見て、その実際に見たその施設に通っている子たちがひどいショックを受けて、あー、なるほどね、昔のトラウマを思い出すじゃないけど、うん、で、ね、放送すべきかどうか、そういうのって、で、CM のスポンサーが降りたってことですね。そう、どんどんスポンサーがもう降りちゃって、あ、そうなんだ。そうそう、全8社が27日までに放送を見送ってますね、うん、え、すごい、どうすんだろう。だって始まっ、もう、まだまだ2話とか3話とかでもどうなんだろうね。しかもなんかこれ、犠牲者出たんですよね。犠牲者、犠牲者、だからリストカットした人いるの、これ見て、マジか、そう、え、でも、わかんないけど、難しいな、それだから最後にはどうなるかわかんないですけど、今の時点で結構まずい。でもさ、まあもちろん賛否両論あるんだろうけどさ、え、じゃあどう思います？放送した方がいいかどうか。いや、でもドラマがなんかいろいろ成り立たなくなっちゃいそうな気がする、うん、映画とか。そう、うん、そうね、俺もそうだと思うんだけど ね、うん、俺もそっち派なんですよ。私もそっち派、シーアカ派、スンナ派かって言ったらスンナ派の方なんですけど。いや、全然分かんない。なんかね、なんかある、その人のさ、うん、思ってることじゃん。そう、書きたいことを書いてる、まあ作品ですからね、うん、そうそう、小説みたいな感じじゃん、ってしまってますね、そう、それは賛否両論あっていいと思うけど、ゴミゴミを開始します。 B に物を聞きたいことがあるでござる。俺は全然やって、本当にひどいストーリーなのかって分かんないじゃん、まだ、うん、その施設の人たちのプラスになるかもしれないけど、そうですよね、まあ、最終的にはね、最終的には絶対そうなりますよね。そのままね、なんかグダグダで終わることはないと思うんですけど、ね、結構いいと思うけど、うん、バッドエンドみたいな、うん、なんかね、なんか例えば料理のドラマにしてもさ、なんかイタリアンの、うん、なんか嫌な部分とかをさ、うん、再現するとことかあるわけじゃん、うんうん、それでじゃあみんなね、料理屋さんから反感買うかっていうとそうでもないわけじゃん。まあそうですね、いや、まあ、まあ全然違うけど、今回はその扱ってる内容が結構あのナーバスな部分だから、うん、ちょっとそれで反響がすごい出ちゃってるっていう、なんかいろいろ抗議がいっぱい来ちゃったよね。まあそれで難しいなこれ、難しいですね、でも続けてほしいけどな。うん、ね、結構じゃあ ね、この場にいるみんなはじゃあ結構そういうのは続けていける派だね。うん、2チャンではどういう、僕は中立ですけどね、はい、それはずるくない、結構中立、家なき子だったんですよ、センターマン、センターマンみたいな感じですか、うん、ああ、うん、最高ですよ、中立、でも絶対家なき子とかもさ、やった時は反感とか、そう、まあそうだよね、全然家なき子見てたでしょ、見てた見てた、すごくないですか、すごい、もうね、なんか政治家らしき人が出てきて、うん、鈴、足立美さんですよ、うん、
に世代的に大丈夫1万円1万円札をねペッて床に捨てる、うん、そうだ拾えと欲しいんだろお前お前ほら拾えよ雨降ってくんだようわって、ね、なんでドラマってそういう時に雨降るんですか、ね、本当にまあねそんなすごくないね、そんな風にしていいのって思う、ね、今とやっぱり昔と結構ゆるなんかあ、まあ、確かにハードルがねだいぶ変わってきてね、なんかモンスターベアリー規制規制で、うん、そういうの規制規制がもうねしがらみでもうね右にも左にも行けどもそしたら本当なんかどん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 なんか狭くなっちゃいそうだけどねいろんなもんそうやとさ、ね、なんか日本の CM とかつまんないばっかですもんね結構ね大きく今れいろんな、ね、全国で全世界ネット配信もしどうするたまたまなんかたまたますっげえ偉い人見せたらCM 関係のいやでもこれでまた CM 界が変わるかもしれないこの一言をきっかけにそっかそうですよでもあの面白い CM は あるよねありますね例えば僕あの好きなのはあの放送禁止されちゃったやつだけど、うん、昔のソフトバンク好きだったなソフトバンクあのバドミントン部テニス部かなんかの女子4人が、うん、なんかこうベンチで座って会話してるんですよ、うん、なんかいついつ遊ぼうねみたいなこと言って、うん、であなんとか電話するねなんとか電話するねあマミちゃんソフトバンクじゃないから電話できない確かに以降はダメだあただ友のやつですあなるほど、ね、確かに面白いそんなの言っていいよ電波、うん、なんか応援されてる電波が悪いらしい頑張れってもうなんかでもここの環境いいってさっき ね、うん、良かったんだけどまあそれは何が起こるか分かんないのが世界ですからそう俺あれ CM 好きだったの網の式の CM 分かりますアミノ式ってスポドリの検証系検証系アミノ式ってやつ懐かしいあれすっげえ面白かったんだよなでもさ最近なんかで見たんだけどさ、うん、怖い CM 怖い CM なんかめっちゃ怖い CM 知ってるあれなんですか AC ですか AC なんだっけなんか知ってるかななんか急になんかバーンって出てくる何それ暗い道の中でざっくりしてるのさ車で車で走っててなんか遠くの方に人みたいなのが立ってて、うん、でその運転手は止まるんだけど、うん、しばらくしたらそこでいきなりあの何ボンネットボンネットにバーンってなんかえ何どういうことめっちゃ怖いのただのホラー映画の寿司とかじゃないですかそれ日本のですか CM なの何の CM 何の CM そのホラーとか多分その CM だと思うその告知の何の告知の CM? それ告知ってやつですか結構 CM 下寄りじゃないですかあ下寄りの方多分 CM のあれあなるほど下寄り結構ね怖いやつって結構ね下寄り下寄りサブマリンの方でなんかね結構話題になってた気がするけどサブマリンの方CM ねでもいろいろ大変ね CM じゃないか CM そんな感じでそうですねもう一個くらい行きますかでもまだ、まあ、もうちょっと時間あるからねさらっとしたやつさらっとしたやつパソコンからはスムーズに見えてるよパソコンからはスムーズに見えてるであ携帯からなんかスマホから見えないの iPad がダメなのかなあこれちょっと面白いこれねあんま果たしてないですけど、うん、面白かったやつ、外国人の食文化、うさぎは食べる日本人はうさぎをペットとしてしか考えてないもやしを生で食べるのはアメリカでは普通うんウサギ食べるんだ。え、ウサギ食べるでしょ。食べるの？食べるんだ。ウサギはあるの？ウサギ食べるんですか？あ、何味ですか？料理として。マジですか？俺は食べたことないけど。何味なんですか？いや、食べたことないんだけど。え？もやしって生で食べていいの？食べる。アメリカ人はいつでも生のもやしを食べるんだよ。本当に？言ってんの？言ってるやつ多分ボブって名前ですね。絶対ボブっすねそれなんかもやしを生で食べちゃいけない安全じゃないよと、うん、日本人があのアメリカ人言ったらアメリカではいつでも生で食べるよ食べるんだまあでも国によっていろいろあるかもしれないけどまあもやし生で食べれる腹してるんじゃないですかまあそれかもしれない食べれる腹食べれる菌とか持ってるんじゃない、うん、もやし生で食べれる菌みたいなベーコンってせいで食べていいのベーコンダメ急に来たね急にベーコン来たね確かにベーコンえベーコンどうなんですかベーコンはでもまあそのそのものによる加工されてるからいいんじゃない加工されてるからいいっちゃいいけど、うん、でもウインナーとかはまあそのだからものによる、うん、燻製してるでしょってねほらね一旦加工してるからいいでも火に通した方が美味しいと思うさらに油感がちょっとあれやばいかもしれないですね、うん、
ベーコンは。あ、そっかそっかそっか、うん、でもあれ大丈夫なんだ。生ハムとかはなどういうことなんですか。生ハムとベーコンって何に違うの。そこらへんね、塩だから菌がいないみたいな。あ、そっか、塩漬けね、無敵のやつだ、うん、やっぱさ、そういう料理の豆知識みたいなコーナーやった方がいいんじゃないの。結局絶対食いつきよくないこれ。分かんないけど。あれない、あの番組名ないですか。あ、そう、番組名、番組名よければ。番組名募集中です。ですね、何ね、はい、なんかね、いろいろやってるからね。うん、確かに。まあでも一つの番組でいろんなコーナーがあってもいいんだけどさ、だから全然違うものでもいいんだよね。わしねもと。自分で考えろ。間違いない。間違いないことやった、ね。自分で考えろ。間違いないよ。それはそうなんですかね。なんかいいアイデアあるかなと思って。たりき本願です。たりき本願です。流れに任せるっていう、ね。そうそうそう、なんかまたね、機械的な声で言われるからね、ちょっと響くよ、ね。確かに心に心がね、なんか感じられないこの音声からね。でもあれ最初なんだっけ、もやしの前なんだっけ、うさぎ、あ、うさぎか、あ、なんか全然関係ないですけど、ま、戻したのに鳥がない、あ、じゃ首がない鶏が、うん、なんか2週間くらい生きてたって話して、あ、知ってる知ってる、それやばいよね、やばいよ ね、あれ超びっくりした、どこで、海外、うん、なんか写真もあったよね、そうそうそう、そう生きてる、動くの、動くの、で、なんだ、どういうことなの、普通にアメリカ人が庭で、うん、鳥飼ってて、それを食べようと思って首をバンって切ったら、その鳥が首切られたままタタタタって逃げてたんだって、うん、で、と思って、で、追っかけて、そしたらその後、そいつが生きてて、ずっとなんか、顔がないから、なんか注射かなんかでさ、うん、なんガセネタです。ほんと、いや、違う違う、ほんとほんとほんと、ググれば出てくる、ね、まあ、ググ出てくる、あの、検索してください、検索、ググれば出ますよ、うん、へぇー、で、写真もあるしね、そう、え、それなんなんだ、だって血とか出てるんでしょ。いや、なんかね、出てなかった。なんだろう、なんか合成とかじゃないの。でもなんかだんだん傷口が多分癒えてって、こう丸くなる、ね、すごい治癒力だな。丸くなる、丸くなる、丸くなる、脳がないでしょ。そう、脳がない。どうしてんの。歩いてる、歩いてた。でもそのなんか栄養とかもないわ、筋肉だけが活動してるみたいな、ニュースで、でもニュースで見たよ、でもこれ俺も見た、これマジで。そうですね、これ本当に不思議な実話ですよ、ね、うん、不思議です。まあそんな感じで、まあちょいちょい面白いなんかコメントもそうですね。いいんじゃないですか、最初にしては、はい、うん、ちょっとあれですね、じゃあ自分たちで考えましょう。番組はちょっとこの後考えますか、はい、来週までに考えてきます。来週で、今日はもう一個こうなるんですよね、はい、あの最後の一つ、最後のコーナー、じゃあ最後の最後で、はい、ラムちゃんの今日のひとわざ、わー、じゃあ30秒前らしいので、はい、こちらの方で、今日のひとわざ、柳生心眼流身振り、これ呼吸と筋肉の鍛錬ですね。同じ動作を何度も繰り返して発声とともにあの動き続けていくことによってスタミナ養成の、まあ、これあれです。うるせえな、だろ、いきます、お願いします、はい、はい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 、そんな感じで、はい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 